高国政は、中華民国に北市出身の法学者、弁護士、政治家。中華民国立法院の元立法委員。2019年3月1日まで時代力量の当主。1973年8月19日、に北市潮留区に生まれた。私立及び人高級中学発、中部、台北私立建国高級中学卒業。 1995年台湾で最も有名な国立台湾大学で学んだ後、アメリカへ渡り、コーネル大学で造形を深めた。また、東京大学でも1年間研究をした。帰国後は、国立高尾大学、私立東海大学で、講師、母校大々のほか、国立台北大学副教授を担任している。2006年には、中央研究院法律研究所に入所し、 在任中にフルブライトプログラムでサイトベイしている。政治団体、清社に所属していた。2014年、330単仏防運動のパレードに参加し、その際の活躍ぶりから、戦神の異名で呼ばれるようになった。時代力量の創設メンバーである。彼は、台湾独立運動を支持している。2015年7月26日。 第9回中華民国立法院選挙に時代力量で出馬することを表明する。2016年に1月投開票の第9回立法院選挙で8万500発表を獲得し当選。同年2月1日に第9回立法院に就任。当選後の初会期の投院時は出席率、質疑率とも100%と解禁。ネットでは CP が最高の立法委員とも評価を受けた。2017年12月16日に自身の悲鳴に関する選挙が実施されたが、選挙結果は立法委員続投であった。2018年10月に発生した議乱戦広し有名号脱線事故では寄せられた内部資料をもとに台湾鉄路管理局のずさんな体制をばれ、立法院で大鉄上層部と監督官庁である。 交通部の幹部官僚及び閣僚を2019年10月の南方沖大橋崩落事故では橋の管理責任者たちを追求し戦神の異名に違わぬ奮闘を見せている。また2020年中華民国総統選挙の候補者だった韓国勇にまつわる様々な疑惑を追求した。2019年1月に党主席辞任を表明。 3月1日をもってその座を退いた。反信中メディアでも2019年6月、香港の逃亡犯条例改正案に伴う、反送中デモは台湾にも広がり、そこから飛び火した中国時報などの国内親中メディアへの反対デモには、実業家で YouTuber ーーの官庁こと陳の官と共に参加した。第10回中華民国立法院選挙では不分区の、 序列4番目で立候補し、当事体も、得票率を伸ばしたものの3議席獲得にとどまった、ため当選には至らなかった。任期満了後は地元での法律事務所再開を表明している。戦神の異名とは裏腹に、2015年の立法委員立候補表明時には、ハリウッド映画の主人公マイティソーに扮し、台湾の政治家では半ば恒例行事となっているコスプレ姿を披露。 その後もたびたびチャレンジしているが、沈黙の艦隊に登場する大和艦長の海枝・田、四郎に扮したときは、こちら、葛飾区亀有公園前派出所の両津艦吉や、日本のコスプレイヤーえなこに似ていると言われ、鋼の錬金術師の登場人物、ロイマスタング大佐に扮したときは、名探偵、コナンの怪盗キットに似ていると言われてしまうなど、完成度の点でやや辛口評価が下されている。 および人中学交友会第3期決出交友。2013年中央研究院年、カル学者研究著作賞。特票分布。ありがとうございます。